こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書絵画の20世紀の解説をやっていきたいと思います。絵画、絵は20世紀に入って大きな問題を抱えるようになった。それはこの世の中に写真が登場したから。みんなこういうふうに思ったことがないかな。なんでわざわざ絵を描く必要があるのか。写真で十分じゃないか。というよりかは写真の方が絵よりもずっと世の中をちゃんと写しているんじゃないか。そう、確かに写真は本当にこの世の中をリアルに切り取る。ではなぜ人間は絵を未だに描き続けているのか。その一つの答えが今日わかると思いますので、最後まで聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。写真は19世紀半ばにヨーロッパで生まれたんだけど、この機械は瞬く間に世界へと広がっていった。日本でも江戸時代の鎖国が解かれて開国直後に長崎や横浜、江戸といったところでたくさんの写真が撮られたんだけど、その数は驚くに値する。なぜ写真がこれほど世界中で受け入れられたのか。それは写真がもう言い訳することが無理なぐらいあるがままの私たちを映し出したから。そこにはもう文化とか伝統の壁といったものは何もなかった。この機会は瞬く間に世界の人々に受け入れられていったってわけ。でもみんなこう思ったことがない？写真で撮られた自分っていうのは本当の自分が知っている自分とはちょっと違う。そう、特に気づかないうちに誰かに撮られた写真というものは自分が知っている人間とは別の人間が写されたかのよう。鏡の中にいる自分、肉眼で確認することができる自分とは全く異なる。あるがままの自分の姿が残酷に写されている、こういうふうに言うこともできる。で、この写真は便利なフィルムが発明されると、スナップ写真をどんどん撮ることができるようになって、もっともっと世の中の人が気軽に写真を撮ることができるようになった。そして今の時代は、スマホによってもっと簡単に写真を撮ることができるようになっている。で、こうなると誰かに何かを伝えるためのメディアとしては、それまで使われていた絵画が不便になってくる。新聞にせよ、雑誌にせよ、そこで起こっていることを写真で撮るだけで、早く正確にそこの場所のことを記録してみんなに伝えることができるようになる。じゃあもう絵画の時代は終わったのか。世の中のすべての物事を写真で撮っておけばよくって、絵画、絵で描く必要はもうなくなったのかというと、そうではない。現代においても人間はまだまだ絵画を描き続けている。きっとそこには人間が絵を描く意味や必要性というものがあるからなんだろうね。ただこの写真の登場によって絵を描くことの意味が大きく揺らいだのは間違いがない。フランスに印象派の波がやってきたのは1870年代。これは写真がこの世に登場してから後のこと。印象派というのはこちらの絵のように光とか色彩の明るさ、透明感を描くことで画家が受けた感動を表現しようとした画家たちのこと。今ではすっかり有名なこの印象派の絵だけど、当時はアカデミズム強調主義の人々によってこの印象派の人々が描く絵は批判された。こんな物の姿を正確にはっきりと描かない絵なんてダメだよってことで批判されたわけ。まあ確かにこの印象派の人々が描く絵は写真で写し出される世界とは全く違う。正確には描かれていない絵だよね。それまでの伝統的な秩序を重んじるアカデミズムの人々は、絵というものは画家の印象によって変形したり誇張したり、何か特定のものを強調してはいけないんだ。そうではなく物体そのものをはっきりと正確に描くこと、それこそが絵なんだ。そういう考え方を持っていたからこの印象派の人々の絵は批判されたんだね。でも待ってよ、物事をありのままに正確に描くということは写真のような絵になるんではないか。じゃあこのアカデミズムの人々が描く絵は写真が現れる前も写真が現れた後も同じように正確な絵を描き続けていて何も変化することがなかったのかといったら、そうではない。アカデミズムの描いた絵も写真の登場とともに変わっていったわけだ。アカデミズムの人々は写真で映し出された世界というものをもっと自分たちの絵に取り込んでいこう、こういうふうに考えたんだけど、実はその試みというのは失敗したと言っていい。なぜかそれは絵と写真、この二つのものは似ているようで、ね、同じようにこの世界のものを映し出しているようで全然違ったものだったから。
じゃあ写真と絵でどういった違いがあるのかっていうことを、このミレーの落ち穂拾いから考えていこう。ミレーは写真がこの世に登場する前に自分の絵というものを確立させた画家。みんなこの絵を見たらうまく描けている絵だな、写真みたいな絵だな、こういうふうに思うかもしれない。でもこの絵で表現されていることは写真とは全く違う部分がある。そう、この絵には絵画だけで作り出すことができる独特の世界があるわけ。実はこの絵、デッサンが正確には描かれていない。この絵に登場している3人の農夫は実は腕とか手が正確な大きさでは描かれていないの。よく見て、この絵の中の腕、長すぎないかな。そして手は農夫の顔よりも大きく描かれている。もちろんこういう風に描かれているのはミレーの技術が不足していたからではない。ミレーはあえてそういったサイズで腕や手を描くことを選択した。なぜかそうすることによって農夫の動作の時間的な展開を凝縮するため。3人の農夫は今落ち穂を拾っている。だから彼女たちはそこで仕事をする中で手や腕をたくさん動かしていて、様々な位置にあった。それを一つの位置にまとめるときにその存在が大きくなった。それが長すぎる腕や大きすぎる手だったっていうわけ。これが絵画的な凝縮。そういう風に画家が描くことによって、この絵を見る人はこの絵の中にいる3人の農夫がまるで動き出しているかのような、そういった感覚を持つようになる。そうやってじっと絵の中で動く人を見ていると、なんと今度は自分も動いているかのような、農夫たちと一緒にその動作をしているかのような、そういった感覚に陥ることになる。そう、私たちはこの絵を見ることで彼女たちと一緒に地面にかがみ込み、ひたすら落ち穂を拾っていくんだね。で、こういった表現は写真ですることはできない。で、他にもこの絵には色彩が持つ力もある。写真は色をそのまま写すことしかできないけど、風景と彼女たちの持つ色彩が一つのリズムとして結合しているのがわかるかな。そう、彼女たちはこの風景の中に溶け込んでいるということもできるし、そうしてそこで一つの存在として一定の作業を続けているということもできる。植物の色にしても、空の色にしても、彼女たちが着ている服にしても一つとして同じ色はない。そういった色はそれぞれが色彩のリズムを永遠に刻んでいる。絵の中の人物もその色彩のリズムに一致しているように見えるっていうわけで、先ほど言ったアカデミズムの画家たちは写真の登場とともに強く写真を意識するようになった。写真というものはその一瞬に全てを切断したように映し出すから、確かにそこにはそれまでの人が気づくことができなかった私たちが持つ一つのリアルな瞬間というものが切り取られるんだけど、そこではミレーが描いたような長い時間を凝縮したようなものというのは含まれない。そう、アカデミズムの人々は写真のような絵を追いかけることによって絵画が持つことができる凝縮力といったものをなくしてしまったわけ。アカデミストたちの描いた絵は写真のように表情の細部を描き出すことはできたけど、そういうふうに描かれた絵は時間とは関わりがないものとなってしまった。そう、写真というものはものすごいスピードでその瞬間を切断する。モデルや風景は一瞬のうちに凍結されて、そこに現れている感情とか意思といったものはそれまで私たちが知らなかった切断面というものをそこに表していたけど、それは機械的に採集されたもので、絵によって表現されていたものとは全く別のものだった。じゃあこういった写真のような絵を描こうとしてきたリアリスト現実主義者のアカデミストたちはなぜ画家を辞めて写真家にならなかったのか。もしかしたらこういうことかもしれない。彼らが引きつけられたのは写真そのものではなくて、写真が映し出す世界、写真的な視覚に対してだったから。写真というものは現にそこにあるものしか映さない。でも絵画であればそこにあるものを差し引いたり、あるものを付け加えたりすることができる。そう、対象を自由に選択できるっていうわけ。だから彼らは写真的な絵、写真が切り取る世界というものは参考にしながら、絵画的リアリズム、対象を自由に構成しながら現実を正確に表現すること、その道を突き進んでいこうとしたっていうわけ。そう、写真は視覚の無意識についていくことができる。ものすごく限られた瞬間性とか、人間が見ていながらもそれと気づくことができない驚くべき切断面などを見せてくれる。写真機というのはまるで中枢神経を持たない知覚装置のようなもの。人間だったら目で見えている範囲の何が大事で何が大事でないのか、それをちゃんと判断して大事な部分にだけ集中して物事を見ているんだけど、写真機はそういったことを全くしない。
そこの範囲全てのものを写し出すことができる。だから写真というものが人間にとって奇妙に見えてくるっていうわけ。人間が普段は見過ごしている驚くべき切断面、めちゃくちゃ短い瞬間性といったものをその場で明らかにするから、人間はそれを見て戸惑うっていうわけで、それに比べてね、私たちは鏡を見て戸惑うことはほとんどない。なぜなら鏡に映っている自分というのは自分が生きている時間と等しいからね。本人の動きに従って鏡の中の自分も動きを変える。自分が肉眼で見ることができるものしか鏡は自分に伝えてこないから、鏡を見て納得することができるっていうわけ。でもね、私たちはその一方で本当に自分にそっくりなのは写真の方なんだろう。そういった諦めというか絶望というものを持っている。写真に映し出される自分というのは奇妙なんだけど、何かそこには動かすことができない事実というものがあって、それが残酷に目の前に提示されたような感じになる。で、アカデミズムの画家たちが追い求めたものは、そういった写真でしか映すことができない何か、肉眼では捉えることができないものの中に彼らは真実が眠っていると考えたわけ。だから写真的な視覚を絵画の中に取り込んでいったんだけど、そこにすでに崩壊の始まりがあった。こういうふうに筆者は考えている。なぜならそもそも絵画と写真というのは全く別のものだから、絵画の中に写真的なものを取り込むことなんてできない。絵画は写真と違うからこそ意味がある。これは先ほどのミレーの絵を見てもわかるよ。ミレーの絵が持つ凝縮力でいったものは、実は絵の外にあるものにある強い信頼から来ているもの。その信頼とは愛情ということもできるし、信仰ということもできる。じゃあ何に対する信頼なのか、信仰なのか、愛情なのか。それはそこに書かれているものに対して、ミレーはそこにある土とか植物、農夫たちを信頼していた。なぜ農夫たちの手は顔よりも大きく描かれたのか、それはそこにそういった農夫を生む信仰というものがあったから。農夫たちがそこで長い時間をかけて仕事をしている、そういったつながりや持続性、そういったものをミレーは信じたから、愛情を持っていたからこそあの絵を描くことができた。実はラスコーの洞窟に描かれた動物壁画というものもこういった信頼、愛情、信仰と通じるところがある。そこに描かれている馬とか牛とかヤギ、鹿といったものは今にも動き出しそうなもの。旧石器時代になぜ人々はそのような絵を描いたのか、そこには絵というものを描く動機があったから。彼らは動物とか自然に対する信仰心とか崇拝する気持ちを持っていたから、そういったものに突き動かされてその絵を描いた。で、そういったものは彼らの生活の中に浸透していて、彼らはそういった存在のそばで、自分のそばにあるものとしてそういったものと接触しながら生きていた。だからピカソはこの絵を見て、人はこれ以上うまく描いたことがない、こういうふうに表現したんだけど、確かに絵を描く動機というものがこれ以上うまく現れた作品、それはもう見つからないかもしれない。それぐらいそういった気持ちが凝縮されてできた絵だったっていうわけなんだね。で、もちろん私たちが住む近代という時代は自然崇拝を理解できていない。それは昔の人たちが持っていたあるものとの接触を変えている。私たちは昔の人たちのように身の回りのものを信頼し愛情を抱き、そこに信仰を寄せることができなくなっていってる。それは写真的な視覚に侵入された絵画、アカデミズムの画家たちが描いた絵を見てもわかる。私たちは写真からでは、そして写真のような絵からでは信頼や信仰、愛情といったものを感じることができない。そこには肉眼では捉えることができない切り取られた感情、驚くべき切断面があるだけ。絵画とは写真ではないんだから、絵画が写真を意識してそれに対抗して細かい切断面を描いていることは無意味だ。こういうふうに筆者は考えているの。そうではなく、絵画というものは長い時間と切り離して存在することはできないもの。そうだよね、写真というのは瞬間的に撮ることができるけど、絵というものはそんな一瞬で描くことができないもの。そこには画家の注意や労力、経験とかが継ぎ込まれている。つまり画家の持つ時間というものがその絵に溶け込んでいるということができる。これが絵画と写真との違い。絵画の中に写真のように世界を一瞬にして切断するような世界、そういうものを求めることはそもそもできないということだったんだね。どうですか、今回の授業わかりましたか。
みんなが小さかった頃は写真のような絵を見て、ああうまいな、素敵だな、こういうふうに思ったかもしれないけど、絵画の魅力に引き込まれていくに従って、実は絵画とは写真を追いかけるような存在ではないということが分かってくる。その理由が今回の文章で分かったと思います。今回の文章を理解した上でもう一度絵画を見つめ直すことができれば、きっと今までと違った見方ができるはずです。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。